してどうして何も言ってくれないの？なんでいつも黙って私に何一つ話してくれない？なんでお前に話さなきゃならないんだ。余計なお世話だって言ってんだよ。いちいち俺に構うな。俺はお前たちとは違う。お前たちとは相容れない道にいる。俺の心は結局復讐を決めた。俺はそのために生きてきた。またここから、それぞれ新しい道が始まるだけだ。私はサスケくんが好きで好きでたまらない！サスケくんが私と一緒にいてくれるなら、絶対後悔させない！毎日楽しくするし、絶対幸せになるはずだから！私、サスケくんのためなら何だってする！だから、お願いだからここにいて！復讐だって手伝う！絶対私が何とかしてみせるから！だからここに、私と一緒に！それがダメなら、私も一緒に連れて行って。やっぱりお前、うざいよ、さくら。ありがとう。行かないで！